アウトドア出かけにせっかく行ったのに隣の人の方がすごいいいテント持ってて、自分がちょっとなんかたまにあるじゃないですか、この人むちゃくちゃいいもん持ってんだみたいな、すごい車乗ってるしみたいな、まああるんですけど、そうありません。みるみるランド、はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。カタリストレーナです。そして、今回はゲストとしてキャンピングカー TV のタックルさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。来ました、いつもの。来ました、タックルさん来た、来ましたね。大抵うちらの動画見てる人って見られてますからね。うちもそうですから、ミルミルランドさんので、今日は日本特殊ボディさんの方にお邪魔して、はい、まあ、取材してるんですけど、はい、まあ、せっかくなんでね、コラボ動画を撮らせていただこうということになりました、はい、で、タックルさんの、まあ、経緯というか、キャンピングカーどうして好きになったのかとか、なんで今こういう動画をやってるのか、その辺を聞いていこうかなと、はい、いうふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わー、楽しみでですね、年齢とか大丈夫ですか？あ、はい、公表されてます？もうあの隠してることないんで。あ、おいくつですか？僕28です。若い、こう見えて、こう見えてです。で、さっきちょっとお伺いしたんですけど、はい、大学が早稲田ということで、はい、そうですね、もうだいぶ前の高田のババア、あの辺にいらっしゃったんですか？もうお二人のね、元、そう、元事務所から、はい、あったところなんで、そうですよね、すごいね、親しいところなんですよ。で、さっき聞いたら、美味しいラーメン屋さんとか、そういうところ全部知ってめちゃめちゃ行ってましたよ、ね、みたいな、もう聞いときたかったみたいな。そうなんですね。はい、そして、キャンパー歴っていうのは、はい、キャンプとかですか？キャンプとか前からやられてたんですか？そうですね、僕、生まれ育ちが、はい、神奈川の湘南で、なんですけど、両親が結構アウトドアが好きで、子供の頃からやっぱサーフィンやったりとか、キャンプ行ったりとかは結構してて、いいですね。そういうところはやっぱありますね、はい、じゃあもう外に出て遊ぶのが好きだったんですね。そうですね、基本的にそういうの好きなタイプだったってことですよね。アウトドア好きです、はい。だからもうキャンパー歴っていうのはもう28年っていうことでよろしいでしょうか？おぎゃーと同時にキャンパー歴すごい。で、YouTuber 歴っていうのは、はい、YouTube っていうのはいつ頃から始められたんですかね？は、2018年、去年ですね、うん、の、うん、ジャパンの時に、ジャパンキャンピングカーショーですので、2月ですね、の時に、うん、始めたんですけど、うんうん、その時初めて見た YouTuber が実はお二人だったんですよ。あ、本当ですか？そうなんですか？いらっしゃってましたよね、去年も。来てました、来てました。来てました。あ、そう。その時初めてだったんですか？初めてだったんです。で、確か、そう、お二人がライブ配信やってたのかな？ライブはやってないですね。やってないですか？うん、動画でこう撮りまくってた。そうですね、うん、セルフィーって言うんでしたっけ？はいはいはい、で、撮られてるのを見たんですよ。で、その前から動画を見てたんで、はい、うわ、本物だと思って。そうだったんですか？へぇ、はい、その時って声かけてください。いや、ちょっと僕、なんか緊張しちゃってあ、そうなんですね、はい、それ知らなかったですね。遠くからわーって。なんか YouTube を始めようと思ったきっかけっていうか、なんでやろうと思ったんですか、そもそも。僕、キャンピングカーのレンタカー屋さんをやってるんですけど、お客様にキャンピングカー貸すときに知識がやっぱあんまりなくて、うん、最初でキャンピングカーのこと勉強しないといけないなと思ってたんです、はい、で、その時に、まあ、YouTube とか結構見てて、うん、だったら自分の勉強があったら動画も発信してキャンピングカー面白いってことなんか伝えられないかなと思ったところから始まってます。なるほど。じゃあ、はい、そのキャンピングカーのレンタル会社っていうのはいつぐらいから始められたんですか？まあ一昨年の暮れぐらいですね。なのでジャパンのちょっと前ぐらい。そんなにじゃあ経ってないですよね。そうです、死んだものでいやでも勢いすごいから。すごい、すごい。だってお店も湘南に引き続いて今度八王子も出されて、はい、2店舗目もちゃんと出されてて、すごい勢いですよ。乗ってますよね。いや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 、お二人の方がで、現在乗っているキャンピングカーということなんですけど、じゃあ今会社で所有されているキャンピングカー、そうです、何台ぐらいあるんですか？湘南で5台、うん、
八王子で1台ですね。うーん、はい、最初は最初からですか？最初は最初はもう1台から本当スタートしてて、最初は何から入ったというか、車種です。車 種, 車種は、ナッツさんのクレソン、クレソンボヤージュから始まって、次はクレソンボヤージュになって、クレソンボヤージュになって、あ、クレソンボヤージュ続けて3台、あ、はい、3台、で、その後に、RV ビッグウッドさんのスウィングっていうハイエース型のキャンピングカーでが入ってきて、で、今エルニドというファンルーチュさん の, あのライトキャブコンですね。クレサよりも一回りちっちゃいキャンピングカ ーで湘南があって、で八王子がクレソ。なるほどね、はい、で今後もまた増えていく予定ですか？頑張りたいと思ってます。え、でももっと聞きたいのが、キャンピングカー屋さんをやろうと思ったきっかけは何ですか？はい、レンタカー屋さんは、あの、実は僕、一人でそこをやってるわけではなくて、あの、一緒にやってるパートナーがいるんですけど、その人がもともとキャンピングカー持ってたんですよね。はい、でもその人が自分で買ったはいいけど、お子さんと毎週キャンプに行けるわけじゃない。確かに、なるほど、そうですよね、っていう風になった時に、じゃあこのキャンピングカーをレンタルとかカーシェアとか、そういう概念の方が面白いかもしれないねっていう、今の流れ的にはすごい合ってますよね。はい、といったところからですね。なるほど、はい、いや面白い。もともとそもそもキャンピングカーとの出会いって何ですか？その人なんです。あ、じゃあもうその方と出会ってキャンピングカー知って、ちょっと夢中になってきちゃった。そうです。その方は何に乗られてたんですか？クレソンボヤージュ。あ、それがクレソンボヤージュ。そうです。あ、そういうことね。はい。そうなんだ。で、実際クレソンボヤージュ見て、どの辺がいいなと思いました？僕実はその時にキャンピングカー初めて乗ったんですよ。で、キャンピングカーって中にベッドもあるし冷蔵庫もあるしじゃないですか。お、家やんみたいな。確かに、まさに、まさに、まさに、確かに道路を走ってて車すれ違う時にはキャンピングカーだって意識はあったけど、そこまで強くなかったから、本当に初めて乗るとワクワクした。お、確かに。そっからじゃあもうドハマりしちゃったって感じですか？そうですね。あなたにとって、タックルさんにとってキャンピングカーとは何でしょうか？すごい質問だ。難しいですね。すごい質問だ。そうですね。でもそうだな、人生の中心にあります今は。そうですよね。そうですよね。お仕事もそれでされてて、し、YouTube もそうだし、24時間中多分20時間ぐらいキャンピングカーのこと考えてますよ。寝てない寝てないみたいな、寝てない、夢にまで出てきますから。すごい。どんな夢見るんすか？で、キャンピングカーで遊びに行く夢とか、ちょっと得した気分になりますよね。なんか起きた時、あ、行ってきたみたいになりますよね。まあ、ただでキャンプ行ってきたわけ。楽しい。キャンピングカーに出会って何か変わったことありますか？変わったこと、生活は全て変わったんです。実はもともと僕サラリーマンをやってたので。そうなんですよね。なので、まあ、キャンピングカーで自分で仕事をするっていう、その仕事面もそうですし。じゃあその大学出ました、で、どんな会社に勤めてらっしゃったんですか？は、まあ、最初塾の先生とかやってて。うーん、で、確かに教えるの上手そう。すごい。ここはねって、めちゃくちゃここでしょ。今でしょみたいな。そう、確かにやってて、そうなんです。で、その後、まあ、ちょっと転職してみたいな感じだったんですけど、そうです、そうです、はい。で、そのキャンピングカー乗ってる人に出会ってハマって、でこれでお仕事にしていこうと。そうです。なるほどね。いや、もう本当人生変わりました、ね、変わりましたね。キャンピングカーで人生変わった。すごい、はい、すごいな。今までキャンピングカーで行って最高だなと思ったおすすめスポット、あ、どこでしょうか？どこですか？難しいな。ですよね。これはいいところいっぱいあるから。そうですね。どこだろう。動画にはしてないんですけど、編集が間に合わなくて、公開来年かなと思ってるんですけど、福島行ったんですか？に、3月に行きまして、で、浦磐梯って
ていう方ですね。聞いたことある。もう福島出身なんで。あ、そうですか。僕は福島出身です。福島詳しいと思います。あの五色沼、はいはい、ありますね。がちょうど、雪解けのギリギリ行けるぐらいの時だったんですよ。ちょうど行けるぐらいになった時で、でも雪道の中、うん、エメラルドグリーンの湖がバーって出てきた時に、すごい、これはいいわみたいな。綺麗ですもんね、あそこ。行ってみたい。そうなんですよ。そうなんですね、感動しますね。動画の編集が間に合わなくて雪道いっぱいなので来年まで待たなきゃ見れない。いや迷ってます。夏に雪の動画上げるのもしょうがないなと思って。それでちょっと遅れてるってことなんですね。そうなん、先週が。もしかしたら今後その動画が見れるかもしれないと。頑張ります。頑張ります。楽しみにしてます。確かにそういう景色いいですよね。いい、見たい見たい。そうですね、僕は結構自然の方が好きかな。道の駅とかもちろんいいんですけど、やっぱり育ったところもあるんでしょうけど、自然と近いところに行く方が好きです。なるほどね。ミルミルランド、今実際キャンピングカーをお仕事としてやられているタックルさんなんですが、今後ですね、これからキャンピングカーはどのように進化していくと思いますか？そうですね、キャンピングカーの進化、進化、こういう風に変わっていくだろうみたいな。まあ、あの車のベースとしては、はい、やっぱ世の中のトレンド的には自動運転はいつでかはなるんでしょうね。そうですね、なりますね。そこが一つ大きなターニングポイントだと思っていて、キャンピングカーの不安なところって、運転がしづらいと思われる方も絶対いると思うんですよ、大きい車を。で、そういうような方々が乗れるようになるところが一つターニングポイントとしてはなるなと思っているので、ベースの車はそうなる。で、それに従ってキャンピングカーの室内はよりなんて言うんだろうな、家に近くなるというか、豪華によりなっていくんだろうなとは思ってます。今でももうすごいですもんね、一昔前と比べても全然違いますもんね。そうですね、なのでまあよりこっち側、室内側に重点が置かれるようになるのかなと思ったり。なるほどね。じゃあタックルさんがもうこんな機能がキャンピングカーにあったらいいなっていうのは何かありますか？こんな機能か、機能ね、いろいろありますね、こだわりいろいろありますもんね。そうですね、リーダーさんによっても違うけど、うん、ここはね、使ってるタックルさんのこだわりがこだわり、難しい。ここが一番ちょっとなんか最初にもらった質問で答えが悩んでいて、例えばじゃあお客さんからこういう声がよくもらってるとか、そんなんでもいいと思うんですけど、やっぱあ、そっか、そうなるとあれですね、家庭用エアコンは求める方というか多いですか、やっぱりついてるんだろうなってイメージが最初からあるんだと思います。ああ、そうかそうかそうか、もう車ベースじゃなくて家庭用エアコン標準でしょみたいな。そうです、キャンピングカーってそういうものでしょ、ホテルが動いてるようなものでしょって思われてる方がいるので、もう多いので、そこはお客さんには多いかな。個人的にはそうですね、ダブルベッド、ベッドが広い方がいいなと思って確かに、どこ取るかになってきますよね、室内空間をね。タックルさん的には寝床を重視したいなみたいな。そうです、もう寝ぼすけなんでそうなんです、はい、そう、撮影のこととかでもいいですか？あ、もちろんです、もちろんです。あ、そうですか、はい、なんかすごい上手なんですよ、話が。なんかいつも聞いててすごい上手だなと思ってて、嬉しい。滑舌もいいし、ちゃんと見どころもきちんと伝えてるし。最初会った時、はい、キャンピングカー所あれどこでしたっけ？あれどこ？ご挨拶したのは幕張かどっか。幕張かもしれないですね。そこでタックンさん初めて見て撮影してたんですよね。そう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 、見ててこの人すげーって思ってすごい話してたんだよね。あの人すごいよね、いね、トークがすごい上手いよな。そうだから、なんか元々なんかそういうの上手だったのか、なんかすごい練習されて上手になったのかとか。喋ることに関しては、まあ塾の先生をやってたりもしたので、あ、多分昔から喋る、まあ、結構おしゃべりなんで、もともとそうなんですね。あ、だからじゃあもう苦にならずに、でもなんかキャンピングカーで伝える時のポイントとかあるじゃないですか。なんかそれって何を見て、はい、あ、ここはやっぱり伝えたいなって思います。あの、ぶっちゃけて言うと僕一発勝負で撮ってるって台本とか作ってないんですよ。なので目に入ったものを喋ってるんです。
あなるほど。で自分であんまり考えてるって意識がなくて、ただそれを動画を編集するときにこの情報足りないなとか思うと一回もうそれ全部切っちゃって音でアフレコにしてるんですよ。あなるほどね。撮ってる時も一応音声入れておくけれど、はい、それで納得いかない時はアフレコに変えるっていうのがスタンス的な感じ、半分メモみたいな感じかもしれない、自分の中で。あなるほど、なるほどね。あじゃあ基本的には全部アフレコを入れ替えてる。最近はそっちの方が多くなってきましたね。あ、はい、今度新しいカメラ買われたということでちょっと紹介していただけますか。いいカメラ買われたというか、めっちゃいいカメラですよ。モフモフついてすごいですね。そうですね、すごい、はい、一眼レフですか。そうミラーレスアルファ、ソニーのアルファ6400ってやつ。これいつ買われたんですか。もう 2,3 週間前、1ヶ月先です。綺麗ですもんね。新品ですもんね。新品ですよね。これも買って、音はやっぱこれからちょっと大事にしていきたいなと思って、自分の進化の時に、成長の時に音だなと思ったので、マイクと一緒に買いました。なるほど。でもマイク大事ですよね。やっぱり私たちも音入っちゃうと、結構風音を切ってても入っちゃうんで、お二人の動画聞きやすいですよね。あ本当ですか。はい、と思います。もちろんです、見てますんで。でもやっぱり外のロケとか行って風強いとボーッと入っちゃうから。そう、入っちゃうんですよ。それはでもしょうがないですよね。そうですよね。あれどうにか切りたいなって思って。一番困るのがキャンピングカーショーの日に限って風強い時、あそうそう、ありますよね。ありますよ、外で、あるある。本当にあるある。今日じゃなくても、うん、そう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 。でこのカメラの前は今までは何で撮ってたんですか。もう点でバラバラで、はい、GoPro は2台持ってるんですよ。ああ確かに。 GoPro はスタビライザーを持ってるので、それで撮ってアフレコ入れるパターンが多かったですね。お編集ソフトとかは何でやられてます。ファイナルカット使ってます。あお二人何使われてるんですか。うちらはプレミアプロですね。おいや今時代はプレミアだと思います。個人的には。そうですか。思ってます。いや何でもできちゃうってところプロはいいですよね。編集ってぶっちゃけすごい時間かかるじゃないですか、はい、なんかそこでこういう工夫してるよとか何かあります。なんだろう、リラックスして作るようにはしていて、はい、車紹介以外だと結構アウトドアとかの動画を作るときはなんか物を生み出してる感覚に近くてクリエイティブな作業に近いので、はいはい、逆に煮詰まりすぎないようにちょっと音楽かけたりとか、煮詰まったらなんか外遊び行ったりとか。アウトドアもずっとやってらっしゃるじゃないですか、アウトドアを楽しみたいっていう方たくさんいると思うんですよ、はい、でその時のコツってなんかあるかなと思ってて、やっぱりそれだけ長く続けられてて、しかもそれが楽しいと感じられるっていうことは、はい、それがなんかやっぱり楽しめるコツってあるなと思ってて、それをやっぱりぜひ伺いたいなって、うん、自分が楽しいと思うことを素直にやればいいと思っていて、例えばですけどアウトドア出かけにせっかく行ったのに隣の人の方がすごいいいテント持ってて、自分がちょっとなんかたまにあるじゃないですか、この人むちゃくちゃいいもん持ってんだみたいな、すごい車乗ってるしみたいな、まああるんですけど、でもそれよりも自分が今を楽しめるような気持ちの問題なんですけど、比べない的な感じ、ね、そうです、自分が楽しいっていう思うことが一番だなって。ああなるほど、自分の楽しめるっていうその気持ちを大事にしてあげる。そうです、料理は別に下手でもいいしカップラーメンでもいいし、それが好きであれば全然そっちの方が大事だなとは思ってます、うんうんうん、あすごい今いい話聞いてすごい腑に落ちます。いや僕めっちゃ感じるんで。いい椅子持ってんな。それすっごいわかります。そうですね。じゃあこれから行くのにちょっとおすすめのスポットとかってありますか。そうこれから夏に向かってですね、やっぱり標高の高いところでしょうね。あいいですね、涼しいですもんね。よく言われているのが標高 1000m 以上のところですと、エアコンなしで過ごせるっていう話は聞くので、そういうところで過ごすのが一番かなと思いますよね。そうですね、自然の恵みで涼しいみたいなところはいいですよね、なんかアプリであるんですって、標高が分かるアプリみたいな。あそうなんですか、はい、面白い。ダウンロードしてないんですけど。あるらしいです。らしいです。最後にですね、はい、このうちらのみるみるランドの動画を視聴してくださってる皆さんに一言、はい、メッセージをよろしくお願いします。
はじめまして。まあ、だいぶ話してきましたけど。そうですね。僕普段本当にお二人の動画を見て、はい、その編集の感じとかもいろいろ勉強もさせていただいてまして。ありがとうございます。僕とはまた違った、こう、よりこうバラエティに富んだというか、はい、楽しめる動画を見ておりまして、ちょっと、これからもそういうところをお二人には、皆さんにね、届けていただいて、僕も一緒にキャンピングカーでなんか楽しいんだよってことを伝えられるように頑張りますので、はい、ぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、というわけでキャンピングカー TV のタクラさんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。キャンピングカー TV の、URL この下に貼っておくのでチェックしてみてください。ありがとうございます、はい、というわけでこの動画が良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。インスタなどの SNS もやってますのでそちらも遊びに来てください。ではさよなら。さよなら。